はいはい、ただいま時刻18時10分でございます。こちらのバスターミナルね、長いけど市バスのバスターミナルって言いたいところですが、残念です。もう私帰ってきておりますから。いやー、今日もねまた近寄ってきましたよ。バスに乗車するときにもいい加減にしてもらいたいね。この意味ね、YouTube をご覧の方わからないでしょうか。近寄るなんて書いてることが、私ね、市バスのバスターミナルの動画を見てくださいました？近寄っておられないでしょう。三重県の桑名駅も四日市駅もどうしてこんな神戸にて近寄るんでしょうね。ちょっと頭おかしいんじゃないかと思う。病気が蔓延するだけでございます。私病気になりたくございませんからね。で、市バスターミナルの動画、1回しか再生してございません。もっと見てくださいね。あれ参考になりますよ。今一つお見せしましょうか。名古屋の星ヶ丘のバスターミナルのね、乗車方法お見せしましょうか。再生しますね。こちらご覧になってください。予告編でございます。こちら名古屋市千種区の星ヶ丘です。地下鉄東山線のバスターミナルでございます。予告でございます。少しご覧になってくださいね。一人もね、近寄って乗車しておられません。ご覧の通りでございます。私怒るのもっともでしょ。私が実際にこれ行って撮影いたしました。星ヶ丘バスターミナルって表記はございますね。座って待つことは不可能でございます。ご覧の通りでございます。たるみのようなことは絶対できません。ご覧の通りです。私がインタビューしてますでしょ。動画見られる方は参考になさってくださいね。たるみで同じようなことは不可能でございます。後日これは投稿いたしますけどね、予告で見てくださいね。はいはい、いかがだったでしょうか。予告編お見せいたしましたけどね、この動画をね本日投稿できません。明日になります。今発車いたしました。一台、なんか空気が重たいです。なんとなくね、神戸に戻ってから空気が重たいです。また日曜がつって嬉しくてありませんからね。だからね、今日近づいたクソババアに、ね、一言ね、バカ野郎って言わせていただきます。後ほどね、私最終バスで本日も帰宅します。22時45分でございます、最終。ね、この時間何するのそれは私自由でございます。くれぐれもね、最終で帰ります。余計なことなさないでくださいね。お願いしますね。じゃあ、ここで動画切断いたします。失礼します。夕方の、お行儀の悪いバスターミナルからでございます。失礼いたします。